うん、はい、クレマグのウランです。イエイ。というわけで私は今シャワーを上がったばっかなんですけれども、なんか今私、昨日が予定日だったんですけど検診行って、そしたらまあ子宮口は開いてきてて頭も下がってきてるけどまだお腹の中が心地いいみたいだねみたいな感じ でまあ自然な陣痛を待ちたいからあと1週間ぐらい待ってみてその間に来ればいいねみたいなお話になって、なのでとりあえず1週間後までに陣痛が来なかったら誘発やりましょうってお話になったんですけど、昨日の夜ぐらいからなんか前駆陣痛みたいなちょっと重い生理痛が1時間に2回とかバラバラで痛いなみたいな綿棒やりますあったんですけど、さっきお印が来ました。まあお印した来たからといってすぐは来ないんですけど、てなわけでちょくちょく動画を回していきたいと思います。まだ全然余裕なんで先にお風呂入りました。ただいまの時刻は夜の8時30分です。先ほどから何分経ったかわかんないですけど、なんとなく陣痛が来ているかもしれません。一番焦ってる人がいます。全然余裕です。全然余裕です。やばい寝癖なんだっけ、入院セットを最終確認しているところです。トロ？トロ？トロ？何かを刺していて、とてもそわそわしています。まだ破水はしてないんですけど、今日はないかなとか言って早かったらやばいね。アングルやばいけど大丈夫自分？うん、めっちゃブッス。俺も顎もうなんか汚い口しか映ってない。ブッサ2人でブッサ。アングル最悪やな。これ結構大きいカメラなんで怒ってきたらガーンって言って終わる。鼻くそつけられた。鼻くそ移植されてる。まあでも思ってた以上に生理痛です。生理痛の重い感じがまだ前だけ、お腹腰には来てない。こんなんして遊べるのも今だけか。そうだよ一応つけてる。でも9分とか9分間痛みが続いてるってことね。違うよ、間が空いてんの。陣痛の間が9分8分10分7分、バラバラです。ねえ顔でかい。収まったかも。でも痛み続くのは全部50秒ぐらい。痛そうに見えないでしょ。そういうの得意なんだよやばい、寝とかないと体力持たないね。ちょっとエアに電話しよう。どこにいんの今？どこにいんの今？どこもちょっとから帰ってきて、うん、スーパー。あ、スーパーあ、すごいプライベートなエアちゃんがいます。え、何の動画ですかそれ？あ、陣痛始まったっぽいんで。え、ガチ？ガチ。ほら、言ってやん。だからエアパワーすごいって。昨日エアに会ったおかげで、あ、陣痛来たって言い張ってます、うん、この人。そう、エアって結構最強の運の持ち主って言われてきて今まで。あ、そうなんだ。聞いたことないけど。え、痛い？うん、今は痛くないけど、うん、9分8分ぐらい。え、やばい、ドキドキだね。そうだから今準備して、うん、最終確認して、うんうん、まあ、もうちょっとしたら電話かけてみようかなと思って、うんうんうん、あの前後ろ右左もちゃんとチェックして。どういうこと？前方確認。あ、わかった、うん、何の確認だよ。骨、エアの骨の近く、うん、すごい、ありがとうありがとう、毛玉の帽子かぶって。ねえねえねえ、病院行くときさ、うん、また教えて。うん、 LINE するね。うん、頑張れよ。これどのタイミングでお塩さんに言えばいいと思う？え、今一応言ったら生まれてからでいいかな？いや、バカダメ。びっくりしちゃう。ダメ、今言った方がいい、ね、オッケー、うん、頑張ったよ。はい、連絡して。わかった。うん、バイバイ。バイバイ。あさみちゃんは多分絶対出ない。でも、キノコ早く会いたいって LINE 来てた。キノコって呼ばれてる。やめてあの名前つけるやつから。うーちゃんお腹痛なってきた。
何分間隔何分間隔3分間隔かえ3分ぐらい3分間隔でお腹痛くなってきた、やばいね、それはトイレ行きたい生まれちゃうトイレ行きたい朝目にも水気をかけてみたら出るかもうちょっとあ、出たもしもしヤッホー、はい今から病院行ってくるね、うん頑張ってくるねもう痛くなってきたからこんな楽しそうに電話できるのも最後かなってね朝に動画撮っといてね任せろカメラ任したから出てくる瞬間も撮っとくわおまたおまた撮ってくるおまた撮るっておまた撮影よろしくねしてくるね、うん、行ってきますバイ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 ビーのんきだな炎上する俺こんなそわそわして楽しそういやみんなそうや楽しそうに来たほんまにこんな感覚で来るのになそばのが楽か座ってくるのそば行くかするわ7分になってきたまた随時回しますはいさっきから1時間ぐらい経ったんですけど間隔が8分ぐらいになったので今一旦電話をしてみましたそしたらまだちょっとまだ大丈夫かなっていうその痛みのあれ的になので腰回りとかまだお腹しか痛くなくて腰回りとか痛くなってきたらもう全然来てはいいんだけど心配だったら来てねみたいなでもまだできるだけちょっとお家にいたいなっていうのもあるのでちょっとずつ一回一回の痛みが増えてきましたで今10時なんでまあ日付変わるか変わんないぐらいまでお家に入れたらなって思ってますやばいそろそろだもう明日来てくれたら嬉しいけどちょっとそわそわするけど多分寝れないと思うアドレナリン出て意外と我慢できるまだ痛みはとか言ってらんなくなるんだよそのうち今はっ、まあ、ちょくちょく回せるとこは回していこうっていうあれなんで本当にこれは記録って感じで残していきたいと思いますじゃあまたお家出るときに撮りますねただいまの時刻11時です行ってきたなんとこ7分からちょい6分ぐらいなんですけどまだねお腹周りが痛いぐらいで腰があんま来てないんだよねでも下に痛みが来てる感じあのお尻方面めっちゃ出産とか陣痛の動画見てきたのね、うん、だからみんなはぁってやって出るの見てきたからまだなんだなって思うそこまで来てない明日朝日が出てくるくらいまでに生まれたらいいですねね、朝日くん朝日くんがハーハーしてんだけどこんな感じです朝日くんみんなによろしくねって言われて緊張してますでもまだ笑顔で話せておりますので痛い時だけなんだよねふーってなるの行くかなスムーズにそっから止まったりしないかな、うんね、でも誘発とか使わないで来たのでまあ生まれるだろうと明日明後日ぐらいに動いてるもんだって俺 YouTuber だからどこまででも回さないと別に取れとか言われてないんですけど勝手に回してますうちの荷物持ちは朝日くんなのではい荷物持ちぐらいは頑張りますようんまあ私も初だし朝日くんも初めてなのでそんなそわそわしていますけれどもいろんなあの妊婦さんいるじゃん、うん、こう静かにしててほしい人と、うん、こうやってわちゃわちゃやっててほしい人ちょっとどっちかまだ分かんない重くて止めようとしてるだろカメラ重くて止めようとしてるだろお前 OK じゃないよまだ余裕痛い時は痛いけどあ、来たあ、でもちょっと痛いな
どれ、破水っていつする？普通は陣痛来て破水来て生まれるんだけど、うん、その順番がごちゃ混ぜになっては先に破水する人もいるよっていうだけで、じゃあ全然自分たちで切る可能性もある、うん、だからもう全開になったよーって言ってパーンってなる人もいる。割れないかな、うん、おえつしそうやね大丈夫、なんで緊張でドキドキしすぎ、うん、久々にこんな緊張してる。大丈夫だよ、もう一回トイレ行ってきた。いつか生まれてくるからと思って、ひーくんが冷静でいないと、その生まれてきてお父さん抱っこですよって言ってる時にもう力抜けてさ、こんなんなんて抱けませんってなるかも、ね、力入れすぎて、ひーくんの方が、はい、今これめっちゃ綺麗な顔ですけど、出産終わったらうちにひっとき回されてガリガリにやられてるかも。はい、というわけで今が12時半、まあ、ちょっと横になったら陣痛遠のいちゃって、もう一回座り直したら6分ぐらいになって痛みも強くなってきたので病院電話して今陣痛タクシーを呼びました。いよいよ病院行ってきます。用意はバッチリなので、あとはあっち行って何するかわかんないけど、とりあえずお家を出たいと思います。行ってまいります。はい、というわけで病院に着きました。内診をして子宮口4センチ、まあ、まだまだ開いてないんですけど、今はモニターつけて赤ちゃんの、うん、元気って言われた。あと呼吸がうまいって褒められてた ね練習してたもんね、うちゃん、ひそかに早くなってきて。でも、ウィーさん、うん、は 15時間くらいが平均って言ってたから、病院先生がだから明日の午前中くらいに生まれたらいいね。いやいやいや、明日午前中、あ、じゃあ明日、今日か、いい、今日の午前中、今のうち打とうとしてたらよ、体力勝負だからねみんなの睡眠をさ、ウーちゃんに体力ゲージとしてさ、うん、こう遅れたい、もらいたい、全国の人から10分ずつの睡眠。眠くはないよ、グッてグッて目閉じる、あ、眠いわ、眠いでも笑ったら、うん、明日の朝のご飯楽しみこんなふきらくて喋ってんのに急にグッて感じ、すごいね、めちゃすごいね。あ、お菓子いっぱい持ってきたよ、食べていい？お腹減ったら食べて。朝日くんのご飯は用意されないから、だから頼めるんだけど、朝日くん好き嫌い多いんで、出されても食べれない場合があるので、ママがおにぎりとかを用意してくれたから、ありがとうございます。 それを持ってきたんで、今から食べていい？明日のご飯なくなっちゃう朝日くんは初めて病院に入りましたね。ほんまにその検診は来れなかったから、そう、出産の時だけ入れるよ、うん、立ち上げて、もう今のご時世でさ、ね、立ち上げるしてくれるのはすごいよ。なんか YouTube とか調べてくれさ、うん、リモートでとかばっか上に出てくるの、そんなばっかやったから幸せもないな、うん、やめていいカメラなんだから。ただいまの時刻4時、受けてる、え、受ける、受けてる、撮れてる、死んでってくそ4時9分です。価格は2分から子宮口どれぐらい開いてるかな、ね、感覚で来そう、来そう、明るくなっちゃいました、外で6時
るジャンキーですね。美味しいらしくてめちゃめちゃ楽しみしてたけど、ちょっとスープぐらい飲んだら何も食えなくて食べてよ。頑張るぞ。止めるお水欲しい。お水欲しい。止めるよ。現在10時40分、点滴と、子宮口が6センチ2時間くらい、1時間くらい、すぐ、ほんと。もうすぐ会えるからね。現在、分娩率、分娩室の方にやっと移動できて、2時半、今現在2時半、分娩率の方に移動できすることが、分娩室に移動してやっとポコタンが、なんかな、どんくらいで、そこからは勝負だね。取るのはうーちゃんで行く。うーちゃんだけで行く。これは固定でしょ。うん、頑張ります。やっとだな。本当に長かった。よく頑張った。皆様にご注意です。生まれるシーンになるんですけれども、血とか叫び声とかあるので、苦手な方はちょっと飛ばしていただければなと思います。生々しいところはカットしてあるんですけれども、あ、生まれるよっていうところのとこは結構叫んでたりするので、痛々しいもんなって思う方は飛ばしてください。私は編集しながらちょっともう思い出して鳥肌が立っています。それではどうぞ。16時ちょうどね。
この子とかすごい、これが伸びたのはい、大丈夫です。女の子が間違いなかった。あ、よかった。ね、一回目赤ちゃんもちょっと頑張った。お体見させてもらいますね。はい。ポポポポー。いや、やっぱ綺麗な。生まれたよ。生まれました。やっと生まれて。2時間ぐらいでやっと抱っこできました。これめっちゃする。これだってエコーの時からこれやってたもん。ね、いつも顔隠されてたから顔。かっけー。かっけーじゃん。サムネやな。産んだ後、お股塗ってる最中に、あ、全然大丈夫。失神しました。もう顔面真っ青になって。なってた？真っ青だった。唇ももう真紫で。え？もうなんか、ナスビ。ナスビなんで口どういうこと、いいよもう、もういい、バイ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 、もう撮んないで、産後の顔やめろ。生まれたての赤ちゃん、うん、産後の顔。帰ってきたよ、じゃっじゃじゃーん、はぁ、あ、いくよ、引いちゃうよ、うん、てってってじゃじゃーん、昨日の6時から、そう、ママのパスタ昨日夜ご飯食べたんだけど、それからゼリーと飲み物しか飲んでなくて、やっとご飯にありつけます。うまそう、食えるかな、あったかい、もう食べな、どうもいい、泣きそうなのはね、お尻痛いけど、お尻痛いけど、それよりも食いじこれ何、ね、なんだろう、うん、ちょうだい、嘘、ダメっていうとこでしょ、何これ、うまそう、すき焼きみたいな、食器屋で入ってんだよ、ね、食べれるんだ、うん、めちゃここのご飯楽しみにしてたもんね、そう、美味しい、あ、生きてる、うまっ、ほんまにこの部屋に運ばれてくるときにうーちゃん、管まみれで、うん、もう身移るかと思った、改造されてる、そうなんです、おしっこもいけないから管入れられちゃってて、そう、まあ簡潔に言うと多分2リットル近く出ちゃって、ちょっと貧血気味だから歩けないって言って、まあ、トンカメの車椅子で運ばれて、今やっとここに来ました、もう意地でも食おう、うん、もう うまい、血作らないと、おいしい、お優しい味、あ、毎ご飯食ってるだけでこんな幸せってすごいな、うん、かわいい、うまい、ね、点滴とか管まみれやから、うーちゃんは今日もお風呂にも入られん、そう、今拭いてもらって、タオルで拭いて、ちょっと汚いよ、拭いてもらって髪の毛も洗えないんで、もう巻いちゃいました、もう今日はしょうがない、あれだけでね、え、ホットタオルだけでもだいぶ、ちょっとお行儀悪いですけど、ちょっと管の方がここしか取れないっていうことで、ここ大事にしてって言われたんで、レンコン美味しい、全部食える、もう今日は残しちゃダメ、全部食べる、ゆっくりでもいいから全部食べよう、まあ、気づいてポコタンに見せよう、ちょっと痛い、じゃあ、ゆっくり食べます、ババ、おはようございます、赤ちゃんが生まれて3日経ちました、で、やっと昨日はもう取ろうかなと思ったけど、昨日はね、ちょっと体調もね、良くなかったし、貧血がひどくて、ちょっと立つにもフラフラしちゃったり、こう動悸がすごかったりでちょっと取れなかったんですけど、今日はやっと3日ぶりのシャワーを浴びれました、ありがとうございます、すっきりです、お肌も何もやってなかったんですけど、今日はパックしようと思ってパックして、今日はね、あの記念撮影があるんですよ、私が入院してるところ最後の日にくれるらしいんですけど、そのお写真、朝日くんもちょうどいるので、朝日くんと赤ちゃんと一緒に写真を撮るということで、それまでに綺麗に
髪の毛も整えて、お化粧しようかなと思ったんですけど、ちょっとその体力はなさそうなので、ちょっと髪の毛だけでも綺麗にして臨みたいと思います。そして今日お祝い膳って言って、ちょっと豪華なご飯が用意、あ、来たか、はい、はい、手なくわかったわかった、お腹空いてんだよね。食いしん坊姫は黙りました。いちやいちやいち、うんちしてない、飲みながらかわいい、しゅよくない、おーい、さすがっすね、食いしん坊姫、ごちそうさまでした。昨日よりお目が開いてる。ずっとちょっと赤ちゃんも体調が良くなかったから、昨日の夜まではお預かりしてもらったんですけど、今日は今から同じお部屋です。ちょっとね、目茶色い気がするわ。やっぱりうちと朝日が目裸眼で茶色いんですけど、茶色い気がするよ。君も満足した？大仏みたいになってる。お腹にやってた、ずっとやってみて、ボーイ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 、ニャン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 、ボーイボーイボーイ、ニャンニャンニャン、しらけさせてる。これか、こいつが出したの、これかって感じ。あの音はこいつが出してたんかっていう感じ。ママじゃないよ、これは、これカメラがいいって。カメラ見てくれてありがとう。私をもっと撮りなさい。すごいね、自分でカメラ見ちゃうの。睨むんです、この子。パパのこと。何やってんの、マジでみたいな顔して見る。もう何回かされてる。睨んでた、すごい目つき。うちの時はめっちゃね、目開いてくれるんだよ。でもなんか、朝日がどこすると、やっぱこのってやるな、このさ、この極上のこの極上ベッドが私を取りなさいって言ってる。へい、ただいまの時刻2時半なんですけど、ちょっとおっぱいの練習してて、やっぱちょっと飲みにくいらしいね。ちょっと見つけられなくて、おっぱいが、だからちょっと練習頑張ってるところ。今はちょっとミルクを足して落ち着きました。マジで座ってるのが痛いです。ロキソニン飲んだんだけどな。本当にお尻が痛い。今の一番のイライラは抱っこです。これがなかったらいっちゃん楽なんだけど、まあ多分これで悩むのに出産したママさんたち多いと思うけど、結構大きめになっちゃっててしんどいです。眠くなってきちゃった。はぁ、あ、すごい体重でが、うちマジでこの起き上がるときにね、腹筋なさすぎて今お尻に力入っちゃうの、それがいっちゃ痛い。なんか冤罪いいよって言われるんですけど、なんか冤罪はちょっと私に合わなくて、余計こう広がっちゃうなんかイメージになって怖いから、円座は使ってないです。お家のベッドで寝たい。一番マジでリップに血色がない。どうしようか迷ってんだよね、髪下ろすか。私はさ、アイロンとか持ってこようと思ったのにさ。今エアとか何してんのかな、電話してみようかな。出ないと思うけど、で朝眠にかけてみようか。いや出ないな。今日は何してんのかな。出産前ぶりにエアちゃんにかけてみます。出るかな。まあいつものことです、電話に出ない。朝日くんはあと15分で撮影というのに寝ました。本当にお腹減って起きてお腹いっぱいになって寝るっていうのは朝日くんの血を引いてると思います。同じ顔して寝てますか。
満足いったら寝る。今ね、自分が可愛い時の写真を待ち受けにしてるの。自分が可愛いって思う時のね、この見える、この時、この時が82ぐらいかな。これを目標にちょっと産後頑張ろうかなと思ってます。あとは次はお祝い膳来た時に動画回そうかなと思います。お祝い膳届けました。よし、今日はタイです。タイ茶漬け、じゃんじゃじゃん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 じゃじゃーん、エビもずくとかサーモン来ちゃった。私、五つ星レストランの朝日と申します。ありがとうございます。早く食べたいんでいいですか。はい、お願いします。はい、でもちょっとトラブルがあって、もうこれ来て時に1時間半経っちゃいました。来てる時に授乳パニックで、ポコタンギャン泣き、ギャン泣きで一旦授乳しようってなってしたんだけど、その後に私の出血がドバッと出て、どんどん出てくやつね、塊が、そう、いらない血、それが出ちゃって、その対処してもらって、で今もう一回授乳タイム来てそうみたいな。やっと冷めちゃったよ、お祝いで。ありつけます。でも食べれる、もう疲れた。今日一日本当元気なくて、痛かったんだよね、ずっと。なんだこれって思ってて。うーちゃん、あっち見て。あ、ごめんまあ、帰ったらお祝いしてあげるから、一旦ママのお祝いね、今日、うん、冷たい。おお、お出汁入れます。うお、身がちょっと引き締まった感じしたよね。いきます。びくってなった。タイの母乳よ。うまっ。えぐい。うん、残した。多分。ちょっといい。俺タイ食ったことないね。いや。ガチで。人生で。うわ、あったかいうちに食べさせたかった。そしたら。いいよ。み食べ。いただきます。うん。タイ好きでしょ、絶対。うま。これあったかかった、やばかった。ね。うん。おいしい。見てたいわ、俺もここで、まあ、ブーちゃんの頑張りを一番知ってるからこそ。やば、だし効いてる。やば、充電ない。いや、ちょっとゆっくり食べるので、また食べ終わってゆっくりできるようになったら最後ちょっと喋って終わりたいと思います。ではまた後で、バイバーイ。プリーズチャンネル登録。はい、というわけで中途半端なところでちょっと素材が終わってたんで、今の私たちで撮りたいと思います。というわけで、出産前から産後3日目までの動画撮ったんですけど、本当に体調悪かったから全然こう回せるあれがなくて、マジで素材が断片的になっちゃったから、なんか分かりにくいとことかもあったかもしれないんですけど、結局もうあの後も疲れ切って寝ちゃって回せませんでした。あれ、映ってた人ですか映ってた人ですよね。こんなに大きくなっちゃったんですか。最近はこうやって抱っこしてないと泣きます。私の方に向けて抱っこすると怒るのね。まあ、ちょっと出産シーンとかも結構グロテスクだったので映せなかった部分もあったんですけど、まあ、ギリギリまではお伝えできたかなと思います。いかがだったでしょうか。すくすく育ち、もう2ヶ月、こんなパンパンチキチキ娘にちょっと後ろハゲハゲモードですけれども、これからの成長みんなに見てもらって、すくすく大きくなりたいと思います。では皆さん、最後まで見ていただきありがとうございました。今後もいろいろ載せ動画載ると思うのでお楽しみに。バイバーイ。バイバイして。バイバーイ。またねー。